マスグレーブ山脈地図、マスグレーブ山脈の場所マスグレーブ山脈は、オーストラリア・サウスオーストラリア州のアボリジニ保護地区で、ある、アナングピチャンチャチャラヤンクニチャチャラと、ノーザンテリトリーのマクドネル地域にまたがる山脈である。西オーストラリア州まで広がっており、南のグレートビクトリア砂漠と北のギブソン砂漠に挟まれている。 全長2 1 0トルで1 1 0 0ル以上の峰ミ々ネミネがたくさんあり、マスグレーブ山脈で一番標高の高い山はウッドロフ山で1 4 3 5ルである。マスグレーブ山脈にはもともとアボリジニであるヤンクニチャチャラ族が居住していた。イギリスの探検家、ウィリアム・クリスティーゴスと彼の探検隊は1873年に、 ウルル長上からマスグレーブ山脈を看望し、1870年代に白人で初めてマスグレーブ山脈一帯を訪れた彼らはこの山脈を南オーストラリア州総督のアンソニー・マスグレーブ、総督の名にちなんでマスグレーブ山脈と名付けた。20世紀初頭、ヤンクニチャチャラ族は東に移住し、代わりにピチャンチャチャラ族が西から マスグレーブ山脈に移住してきた。今日、大多数のアマタとカルティティの集団は、ピチャンチャチャラ族であると確認されている。歴史上、サウスオーストラリア州の一部分である、マスグレーブ山脈に対するピチャンチャチャラ族の無条件土地相続権は1981年、アナングピチャンチャチャラヤンクニチャチャラ土地所有権法により、正式に認められている。 失業率の高さに立ち向かうため、ピチャンチャチャラ族の長老らは、ピチャンチャチャラ族の領土の中で、雇用率の増加と雇用の機会を得ようとしている。そのため、とりわけ鉱物調査会社は、発金や金、ウラン、銀、銅、甘さえ石油までもが余った、眠っているであろうこの地域でも受けたいがために、ピチャンチャチャラ族との業務協力の可能性を議論する、機会を伺っている。 ここら辺一帯はオーストラリアでも最大のアボリジニ土地保有区であり、1981年、アナングピチャンチャチャラヤンクニチャチャラ土地所有権法、制定以来、現代鉱山学的技術が適用されない。ありがとうございます。